こんにちは。富谷歯科診療室院長の木村盛弘です。動画を最後までご覧ください。時間は月曜、火曜、金曜日は朝の9時から夜7時まで、水曜日は朝の9時から5時まで、土曜日は朝の9時から6時まで診療しています。不安な気持ちで来院される患者さんが多いので、気軽に通っていただけるように明るく笑顔を心がけております。治療だけではなく、虫歯や歯周病の予防のために来院される患者さんがとても多いです。当院では治療するだけではなく、お口のメンテナンスをして虫歯や歯周病を予防することにも力を入れています。お口の中の状態や生活環境を聞き、患者さん一人一人に合った歯ブラシや口腔ケアの仕方をお話ししています。院長先生は予防歯科先進国として知られているスウェーデンで歯周治療を学ばれているので、歯周病の治療や予防が得意な先生です。クリーニングは丁寧に、気持ちよかったと思っていただけるように心がけています。当院では、最初患者さんのご要望をお聞きして、痛みのある場合はすぐ痛みをなくす処置に入りますけれども、通常は、患者の希望を第一優先して、審査診断を行い、そして治療に入ります。ですからぜひ、あまり緊張なさらずにいらしていただければ良いかなと思います。私自身が、1996年から3年間のスウェーデンの専門医養成コースに出ました。ですから、歯周治療に関しては自信を持っております。多くの患者さんは実は、ペリ歯周病にかかっておりますので、その治療がまず基本となっております。その歯周治療を終えた後に補鉄物、かぶせ物の治療を行って、できる限り歯を持たせてよく噛めるようにする治療を心がけております。当院では私自身の治療もそうですけれども、衛生士および技工士の技量、技術を大切にしております。長くよく噛める歯を、口の健康を維持するためには、どうしても歯科医師だけの技術でなく、衛生士および技工士の技術も高度なものでなければ叶いません。ですから、そのパートナーとともに我々は技術向上に力を注いでおります。私たちは市原市周辺の皆様に満足していただける治療を提供しております。富谷歯科診療室へのご来院お待ちしてます。